どうも皆様ごきげんよう、クーです。それでは集まれ動物の森、続きをプレイしていきましょう。さあ皆さんおはようございますということで、はい、11時53分です。いいないのかい。あ、その話前も聞いたぜ。ええ、プライベートの話しよってからに。はい、さあ今回は、皆さんにだいぶお話ししないといけないことがたくさんあります。というのもですね、私、前回の動画を編集している時にですね、いろいろ株価について、まあ、勘違いしていることをに気づいてしまいまして、あのなんか一回なんかこうちょっと下がり始めて、途中でピンと上がってまた下がったかなって思ったんですけど、ずっと下がり続けてたんですね。ということは自利品型で勝ちはないというのに編集で気づいたんですよ。まあ、とりあえず株価一応確認しますけどね。あ、なんかいろいろあんな。桃が、桃の段ボールあるぞ。で、多分50後半ぐらいだったんだよ、株価が。で、多分55とか。ほらほらほら、予想通りだよ。ね、自利品型でしょっていうことに気づいてしまったんですよ。で、何を、まあ、対策として打ったのかって言いますと、ちょっと卑怯な手法ではあるんですけれども、まあ、ちょっとあのこちらをご覧にいただきたい。まあ動画では撮っていないんですけれども、写真で、お送りいたします。まあ何をしていたかというと、まあ、分かると思いますけれども、オンラインをつないで他の人の島にお邪魔させていただきました。で、そちらの方での株価が、はい、517ベル、1株517ベルですね。僕が買ったのは確か95ベルだったので、まあ差分、422ですね。で、3回に分けて訪問して株を全部売らせていただきました。その結果がこちら。大勝利ですね。で、総合計金額が403万4690ベルですね。買ったのが確か80ベル弱だったので、320万ベルぐらいの、プラスっていう形になりまして、預金がまあこんなか、え、待って。あ、違うわ。440万ベルぐらいか。合わせてか。ですね。で、まあ、今、預金残高がこうなっていますよ、という感じでございます。はい。まあ、ですので、実は今、家に株は一つも残っておりません。ごめんなさい。なので、一応、大敗北するっていうことは、回避しました。木製テーブルミラー。はいはい。まあ、でも今ね、お金には困ってないんだよね。残念ながら。オンラインで助けてもらったからね、他の人に。じゃあまあ適当に買い物して、はい。まあ買っていこうかな。ウォーターサーバーもなんか欲しくない？まあいっか、その辺は。音楽に関してだけ。よし、じゃあまた後でね。じゃあ家と区役所行くか。実はですね、家、の前、なんだっけ、そのローンをですね、前回、新たに組んで2階を追っ立てたと思うんですけど、まあ、それを見に行こうか。アゲハチョウ、あ、そういえば、それ、預けてたな。まあ、とりあえず、あの、まずこっち、いろいろ進めようか。で、ハッピーホームアカデミー、魅力的なキッチンとともに美味しい暮らしを楽しんでくださいねということで、プレゼントをもらう。桜島さんから、2階を作っちまったのはさすがだと。この俺が見込んだだけあるぜと。ここまでを頑張った運命を俺からプレゼントや遠慮せずに受け取ってくれと。俺も負けてられねえぜ、桜島ゆりは。そうか。ありがとうございます。とりあえず、プレゼント開けてみる？ケケレゲーは買ったやつ。で、プレゼント開けてみよう。これは炊飯器。なるほど。ご飯を炊けと。で、これは、調味料入れ。なるほど、なるほど。みんなキッチンを、作ることを前提にしているわけですね。はい、わかりました。まあ、じゃあ、とりあえず、家の中見てみましょうか。はい、2階が完成したわけですね。あ、でかいね。2階をさ、まるっとなんかこう、倉庫みたいにしてもいいよね。で、ちょっと待って。
倉庫はどれくらいでかくの？あ、400も増えてる。前ね、400が上限だったんだよ。で、上限が800になってるってことは倍以上入るようになったわけだね。あ、嬉しいね、これね。もう何でも入れられるじゃん。いや、これありがたいわ。さて、55ベルからさらに落ちているはず。予想としては52、51とか。50か。さらに50か。で、今日が？今日何曜だ？金曜だっけ？そうだね、金曜だよね。だから土曜日の午前と土曜の午後で、さらにどこまで落ちていくのかなと。そういうわけですね。なんかある？キク、ヒヤシンス、アネモネ。オレンジのアネモネ？オレンジのアネモネなんて言ってんの？へえ。それは確かに。ちょっと魅力的ですね。お風呂場やん、これ、こんな。はあはあ、縁なし畳。畳か。なるほど、そういうのもいいですね。まあまあ。その辺は、おいおい考えます。じゃあね。区役所行きましょう。はい、たぬきち。絶対開幕、話しかけてくると思ったよ。そうだね。広いしね。124万8000ベル。だってさ、何？外壁のデザイン変更。はい。ああ、なるほどね。ポストの移動って今までできなかったっけ？なんかできてたような気するけどな。で、ログインボーナスもらって、はい。マイルも結構溜まってきたな。で、何をするかというと、ATM からローン返済預金から全額で一発。まだ340万残ってる。早い、速攻。拍手されとる。ほら、全部返したぞ、今、一瞬で。一夜城だよ。はい。そうだよ。地下室でしょ。じゃあ相談すっか。マイホームの相談、はい。増築。どれくらいよ。249万か。いいよ。また明日になったら払えばいいでしょう。はい。今返済はできないんだよね。完成してからじゃないとダメなんだよね。了解しました。まあ、こんなもんかな。ローの返済は今できないよね。できないよね。そうだね。まあ、とりあえず、今ちょっと、あんまりお金余分にもら、も、持ち歩くのって俺あんまり好きじゃないから。まあ、大体これぐらいで。OK。どうしようかな。とりあえず、たぬきマイル交換等々いろいろ見てみようか。言ってでもね、もう、そうだよね。もう持ってない策ないもんね。そうだよね。そんなもんだよな。じゃあ、たぬきショッピングかな。スペシャル。ハロー、ナンバーワン。おとといなんて持ってた？持ってたかどうかわかんないけど、とりあえず買えばいいか。OK です。じゃあ、今度は静江さんに、島の評判を聞きましょうか。はい。島の評判聞きたいです。よし、やったぜ。ようやく来たな。
誰だろう、K って。あ、そういうことか。認知してもらえた。そうだね。早ない行動が。直接うまくいったっぽいな。ふわー、なるほど、最速だと明日って。はあ、あ、ライブ開催日はまた放送で告知するか、放送での告知なのか。了解しました。もうじゃあこれ以上話は進まないのかな。はい、ゲートキーパーとして日々成長を見守っているって誰のこと？博士か桜島かどっちかですかね。あ、堂々か、なるほどなるほど、堂々飛行場に働いてる奴らか。この島に魅力あふれる景観を求める意見が数多く見られている。島全体を物で飾ってる。なるほど、これ以上島の評判を上げる必要ってあるんだろうか。いや、まあでも島の評判は5つ星が最大だから、5つ星を目指すのがまあ筋合いなんだろうな。なるほど。でもなんかできることが急になんか、トタケケさんのライブを成功させるのが目標だったわけでしょ。なんかちょっと拍子抜けだな。いきなりなんかゴールが見えちゃった感じがして。とりあえず君に話しかけよう。はい。何かをかな。ゲタロリータシューズだって、いいっすね。キッズソックス、キッズなスニーカーとキッズソックス。あ、ちょっと待って、あ、これ買おうかな。買おうか、ちょっと買っちゃおう。ちょっと一つ思いついたから、俺これ買うわ。ちょっと待ってね、なんか思いついたから買うわ。思いついたことはすぐにでもやりたい人だから。幼稚園児がさ、つけてそうなっていうか持ち歩いてそうなさ、黄色いちっちゃいなんかバッグみたいなないんですか。サコッシュさ、色違いないかな。とりあえずちょっと買ってみようか。買って黄色にリメイクできるんだったらリメイクしよう。できなかったらもうそれはそれでしょうがないわ。 OK、 ありがとう。よしよしよし、ちょっとだけ。いや、はい、エブルシスターズへようこそ。あー、王冠かな。なんだ。は？100万。今ちょっとお遊びで買おうと思ったけど、買えるものじゃなかった。びっくりした。なにこれ、赤ちゃんロンパース。いや、これじゃないんだよな。これじゃないけど買っとこうかな。
クイーンの王冠がさ100万ベルするんだったらこれもっと高い王様の服、はい、あ、6720か。あ、それはいいんだ。はい、あ、びっくりした。 OKOKOK、はあはあ、まあまあこんなもんかな。うん、 OK、 よし、ありがとう。はいはい、じゃあねー。サコッシュはリメイクできなかったが残念だな。そうか、いや、オッケーです。とりあえずわかりました。じゃあクローゼットだけここに置いといて、キュートなクローゼットでいいだろ。オッケーオッケー。でこれで、あ、そうだ、まず服とか全部収納しないとね。全部収納して、お着替えしてみようかな。今全部洋服は収納されてるはずだから、これで一気に着替えられるはず。ちょっと見てみよう。はい。どうですか？イキリキッズ。イキリキッズ。いやー、洋服のセンス俺絶望的な、絶望的だけど、これはこれでなんか絵になるような気がする。よし、これで外に出よう。よしよし、これが俺の思う生きりきつら。でも、今日したいことはないかな。明日、トタケケさんがライブに来てくれるらしいから、それをもう待つほかない感じですね。お、カラカラ。違うんだよな。カラカラじゃないんだよな。アンデスなんだよな、名前。あ、なに？あ、え？あ、飲みいるね。飲みいるんか、お前。あれ、俺、虫網持ってない。あ、思ってた、思ってた、思ってた。ごめん、ごめん、ごめん。お気に入り登録。よいしょ。手に持って。うらっ！よし。飲みだよ。びっくりだよ。あははは、まあまあ気にすんねや。そんなの言いふらすようなやつに見えるんか。元気、元気。そうだね。うん、はい。じゃあどうしよっかな。まあ稼ぎでも適当に探しつつ、じゃあ今日という日を終わろうかな。はい、収録を再開しております。皆さんおはようございます。ということで、外雷やべえな。4月18日土曜日午前11時40分でございます。特別なお知らせがあります。はい。え、もう今日来たの？最短で明日とは言ってたけど、やったぜ。あ、今から？あ、直接なのね。はい。おー、人めっちゃいっぱいおる。イキリキッズが正面にいるわ。はい、アマトの皆さん、今日は僕を呼んでくれてありがとう。いつだったかここによく似た素敵な無人島の夢を見た気がするんだ。ああ、そういえば一番最初に会ったな。うん、そうだね。人持ち間も生き生きしていろんな仲間が集まりたくなる、そんな魅力を感じるよ。一人で長々と喋っちゃってごめんな。もうそろそろ演奏を始めようか。はい、エンディング。マジか。あ、まあでも貴重な音楽だと思うので私黙ってます。
そういうこと、そういう感じか。はい。あ、たぬきち、どうもどうも、くーさん。とたけけさんのライブ楽しんでくれたかな。あ、よかったよかった。ネコのライブを実現できて僕はとても幸せなんだもん。おー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 、いつでも聞けるのか。ありがとう。あるあるある、お家にあるよ。うん、はいはいはい。毎週土曜の夜、今夜じゃん今夜じゃん。そうだね、そうだね。はい、はい、新しいアプリ、はい、新しいアプリの開発、はい。届いた届いた。なに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 、工事しまくりエイター。大胆な島の開発を許可しちゃう特別なアプリ、許可する、はい。最初は道を作る許可だけだけど、マイル交換でいろんな種類の道から河川、崖の工事免許まで取り扱う。どういうこと、どういうこと、どういうこと。おう、どういうこと、どういうこと。免許は、どういうこと。生きるキッズがなんか、はい、身を得て一段落。これから毎日楽しく気ままに過ごせますように。スタッフクレジットが流れたってことはもうこれ一旦終了なのでは。おととい、はい。でハッピーホームアカデミー、はい。地下がねできたからね、お部屋に植物があるとほっと落ち着く感じがしますよね。ぜひ癒しを感じてください。確かに植物系の家具は俺たくさん持ってるけどさ。プレゼント開けてみる。ゴールドクレスト持ってる、目の前にある。目の前にあるやつはドイツすでに持っとる。プレゼントされても困る。まあさ、家の左右に置いとこうかなね。あ、分かった。 OKOK、 よし、どうしようか。いや地下室見たところでだよな。今何時、午後の、あ、午後の株価じゃねえや、午前の株価見に行こうぜ。土曜午前の株価50より絶対下がってるから、はい。じゃあ見に行きましょう。45ぐらいかな。ハロー。あ、ポップコーン製造機みたいなのあるやん。はい、ポップコーン製造機みたいなのあるよ。今日はどうなせましたか。うーん、買い取ってほしい。はい、うーん、あ、ごめんごめんごめん、バカバカバカ、そうじゃない、そうじゃない、買い取るじゃない、ごめんごめんごめん。株価みたいな、株価みたいな、株価。はい、46か。やっぱ自利品型だったね今回ね。高額買い取り対象はハリボテの木、作ったことねえな。一応確かにレシピあるけど、ハリボテの木って何から作るんだろう。レシピ手に入れてはいるけど。ガーデンベンチね。ハリボテの木ってどれにな、これか。木材と柔らか木材か。結構使うね。
あ、でも柔らか木材と木材、いやでもね、硬い木材がね、なんかやたらとあるんだよね、お家に。それを使う何か家具だったら嬉しかったんだけどな。お、はいはい、できたできた。見てねえけど、あれだけ立派なお家を建てちゃう人はそうそういないんだな。もう、うんうんうん、249万8000ベルだって。はい、お、最後なんだね。了解者、了解者よ、最後ですね。わかりました。まずとりあえずログインボーナスもろといてからの ATM で、はい、ローン全額返済、預金から一発で、うらやってやったぜ。はい、どうですか、全部返済終わりましたよ。そうよ、うん、でしょう、一発だぜ。一生安泰だね。まあ家だけですけどね。ま、リフォームそういえば一回もしたことねえな。リフォーム一回してみたいかも。やってみるか。マイホームの相談、早速リフォームしてみよう。リフォーム、やった。明日の朝に完成するんだ。いいよ、わかった。オッケー、ゆっくりじっくりやっていこうじゃないか。まあ今の家でもね、十分俺好きだけどね。屋根、あー、色がコロコロ変わると、はいはいはい、うんうんうん、あ、石の屋根とかもできるんだ。今のは洋瓦、違う、瓦の屋根か。瓦、洋瓦、なるほどなるほど。で石、うん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 、石ね。かやぶき、あー、はあ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 、そういう雰囲気も確かにいいっすね。黒い石がでも俺的には好きかな。なんだろう、俺ね、なんか、まがまがしい感じが好きなんだよ。まがまがしい感じが好きだから。蜂ですね。明らか蜂ですね、これは。洋風でね、なんかおどろおどろしい感じを目指していきたい。黒い漆喰の塗り壁。黒系がいいっちゃいいんだけど、グレーの石壁もなんか捨てがたいな。妖魔感みたいな感じにしたよね。よくあるドアですね、これはね。なんかでも黒一色にしちゃうとなんかあれだね。あんまりっていう気がするね。白、まあ和風っすね、この辺はね。中華、はい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 、あー、まあまあいいんじゃないですか。うっ、ブラックリッチなドアだって。こんなのもあるんだ、なるほどね。黒い大きなポスト、はい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 、黒い四角いポスト、ポストはいつも通りでいいかな。これでいいんじゃない。あ、夜とか、あ、カーテン閉められる、なるほどな。あーは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 ー、いいんじゃない。よし、これじゃあ決定で OK。 よろしくお願いします、ありがとうね。よし、しずえさん、まあ島の評判そんな簡単には上がらないと思うけど。三つ星ですね。そうだね、あー、うりちゃんか。うりちゃんですね、これは。ありがとうございます。
お店の充実度合い。あー、お店が大きくなればか。そういえばたるき商店まだ大きくねえもんな。木造建築だもんな、まだな。確かにあれなんかでっかくなりそうだもんね。ベニヤ小屋っぽい感じがするもんな。了解しました。そういう感じか。あとそれとゴミなんもねえ。あとこっちか。ね、じゃあ島クリエイター何か増えるんだよね。スペシャル、これか。あ、こう、あー、なるほどね、なるほどね、そういうことか。道路をこれにすることができるってことか。まず、河川工事ライセンス、崖工事ライセンス。この辺じゃない?まず。河川工事ライセンス。はい。いいよいいよいいよ。これで川とか湖とか、湖っていうか沼?池?うん。を、工事できるようになるっていうやつだよね、確かね。オッケーオッケー。知識だけはあるからな。河川工事ができるようになった。ありがとうございます。あと崖工事もしたい。崖の数をね、減らしたい。マイル交換。はい。崖工事ライセンス。よろしくお願いします。OK です。はい。これで崖を切り崩したら崖を作ったりとかもできると。はい。ありがとうございます。こんなもんかな?一応どこまで見ればいいんだろう。道路工事、この辺も一応、ああ、ん?この辺も手に入れてるもんね。新しいのないっしょ?うん、そうだよね。OK。道路工事、この辺か。マイデザインの道路工事もできるようになるよと。まあでも、取れるときに取っといた方がいいよね、この辺はね。よし、なんかこの辺じゃあ一気に回収しますね。よし、これで全部回収できたかな。一応最終確認します。マイル交換 OK だね。全部交換し終わったね。特別なものは OK です。 OK です。じゃあまあ最後にショッピング見て、音楽なんかあるかな。ペルーノだ、知らんな。買っておきましょう。 OK かな。2番5番って俺持ってたっけ。ちょっと待って、入手したことのある。2番5番両方とも持ってないっすな。じゃあ2番5番も買いましょう。オッケーオッケー。よしよしよし、こんなもんかな。うん、そうだね。オッケーです。よし、じゃあどうしようかな。あ、そうだ、時間がね、ちょうどね12時さっき迎えたので、うん、午後の株価確認しましょう。ハローハロー。確認しに来たよー。午後の株価。午前中が46だったから、42か41だと思う。あ、43か。ことごとく予想を外してくるな。まあ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 、でも、ずっと自利品だったってことですね。一回たりとも上がらなかった。待ってよ、でも今回自利品だったってことは、次回3期型か4期型絶対どっちか来るでしょう。ってなると、日曜の株は、買いなのでは。そういうことになりますよね。そうかそうか、期待ですね。うん、じゃああとどうしよっか。そうだ、島クリエイトちょっと試しに触ってみる。あ、待って、たぬきマイレージ、マイレージプラスじゃないんだったら別に急いで見る必要ねえや。このアプリはあなた自身の手で島の開発工事を行うことができます。敷設できる道や実施できる工事の種類はタナポートのタヌキマイル交換で増やすことができます。全部やりました。全部増やしました。また、開発工事によって身動きが取れなくなってしまった時のために周囲を片付けるお片付けサービスも搭載しています。え、どういうこと?周囲を片付けるお片付けサービス?使い方を見る。はい。
島クリエイターを使って思いのまま島づくりにチャレンジしてみてくださいね。使い方見てみようか。何の説明見る？お片付けサービスについて。あ、すごい。道路工事、河川工事、崖工事ね。はい。お片付けサービスについて。お片付けサービスは開発工事を進めることで発生するうっかりトラブルを解決するサービスです。飾ったもので身動きが取れない、崖の上に置いたものが拾えないといった時に自分の周りのものを片付けることができます。お片付けサービスの対象となるのはご自身の近くに置かれている家具、柵、木のみとなっております。ご利用の際はお片付けしたいもののしっかりとお近づきになってサービスをお申し込みください。片付けたものは案内所に備え付けられたリサイクルボックスに集められますので、お早めの引き取りをお願いいたします。あ、リサイクルボックスに行っちゃうんだ。自分のポケットに行くわけじゃないのね。了解した。じゃあ、工事を始めるで、はい。プラスで行う工事の種類を変えることができる。了解しました。やった。今、これは道路工事かな？で、なるほどなるほど。河川工事ライセンス。はい。あー、なるほど。で、ここを、あ、埋め立てちゃった。埋め立てちゃったよ。なるほどね。はい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 。なるほどなるほど。そういう感じか。そこじゃない、そこじゃない。なるほどね。こういう風に川を一直線にすることもできるわけだ。いいね、俺好きだよこういうの。そこじゃない、これは時間かかりそうだな。時間かかりそうだけどいいね、とってもいいと思います。ああ、なんで埋めたんバカチン。オッケーオッケー、こういうことができるわけだ。なんで埋める。はい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 、こういうことができちゃうわけね。まあこんな感じで川を広げたり逆にね埋めていっちゃったり等々できるわけだ。はあ、はかどるね島の開発が。もうこれは収録外でやるしかねえな。でプラスで崖工事ライセンス、ここにだから崖を作ることができるんだいきなり崖を作っちゃうよ。こういうこともできちゃうからね。どこにでもできるじゃん崖。で、ちなみに崖に対してやると、あ、崖を切り崩すこともできる。あー、なるほどね。はい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 。なるほど。ちなみにここにいきなり作ると、あ、そういうことはできないのね。あー、なるほどね。で、道路工事は草地にすることもできる、石畳にすることもできると。はい。目の前の一マスを石畳にすることができるのか。石畳にすると多分ここには化石とか、なんだ、光る穴って何のことか分かる？これね、これ。お金が埋まってるやつね。こういうやつとかが発生しにくくなるのかな。よいしょ。おい。OK です。で、センベル。あ、バカ！埋めちゃった！まあ、いっか。まあ、いいや、いいや。あ、いいよ、別に。お金もう今そんな困ってねえし。よっこいセット。じゃあ、ここに苗木を植えておくと。まあ、こういう感じで作ることができるわけだね。で、プラスかな。で、石畳が、なんか気に食わねえってなったら、こうやって。壊すこともできる。素晴らしいね。ああ、私も嬉しいです。うん。あ、はい。そうだね。そうやって話すぐ終わるんだけどな。なるほどね。こうやってじゃあ村のクリエイトができるわけだ。村っていうか島のクリエイトね。なるほどな。マップ。石畳のとこ、なんかそういう風にやっぱ色変わるね。じゃあ、皆さん覚えておいてくださいね。
今こういう感じで作られてますからね。こうかな。はい、今全体図こんな感じです。はい、まあまたね、次回あの皆さんと会う時はこの姿からまた変わっていることでしょうよね。はい、それでは化石を風太くんに鑑定してもらいましょう。いいんですよ。化石の鑑定。ほいほいほい。8つですね。お、やったぜ。いえいえ。はい。ありがとうございます。寄贈ですね。何か一つでも完成すればいいですけどね。一個だけが、あ、でも T レックスの尻尾だ。これ完成したんじゃない？うん。T レックス完成ですね。いや、やりましたね。語りたいんだろう。分かってるって。どうぞ。はい。最大の肉食量。はい。うん。そう言われてるよね。うん、人間が全速力で逃げれば T レックスから逃げられたという説もあるからね。はい、どうぞどうぞ。よし、じゃあ完成した T レックスの化石目に行きましょうか。何もないです、大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。さてさてさて、では T レックス見てみましょうか。おお、できましたね。いやー、嬉しい限りだ。いや、なかなか。待って、これさ、島クリエイターモードを終了、あ、できるね。 OKOKOK。いちいち切り替えないといけないんだこれ。よし、じゃあスタッフロール見ることができたので、一旦ここで集まる動物の森の実況を終わろうかなと思います。っていうのも、まあちょっとね、最近まちまちになってたと思うんだ。それは取れ高がなかなか得られなかったっていうのもあったので、これから先はもっともっと取れ高なくなってくると思うんですよ。なので、イベントがあったりだとか、あと島の評判が4とか5になったりだとか、あとここの化石が全部集まりそうとか、なんかそういう、なんか大きな節目があったら実況を収録するけど、それ以外に関しては、まあもうプライベートで楽しもうかなといった考えでいます。ですので、まあ今現時点で新しい実況も行っていますので、まあそちらの方も楽しんでいただけたらなぁと考えております。ですので今回はもうこれで集まれ動物の森一旦、おお、何これ、こんなところで撮ることもできるの、ああいいね。あの化石全部集まったらなんか撮りたいね。そうよね。へえ、そういうなんか撮影スポットみたいなのあったんだ、全然知らんかったわ。へえ、ここに来て初めて知る事実。そういうのもあるんだね。うん、まあそういうことでね、じゃあここの化石ブースができたらまた収録しましょうね。はい、というわけで今まで長い間集まる動物の森実況を追ってくださってありがとうございました。また何かあったら収録しますので、その時もよろしくお願いいたします。はい、では、この動画がよかった、挨拶がうまくできねえ。じゃあ、今回はこの辺にしておきましょう。はい。じゃあ、もしよろしかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、では、また次回作でお会いいたしましょう。失礼いたします。